今回扱う内容は、先行しなしで用いる何とかエヴァーの副詞適用法です。セクション16で扱った whoever, whatever, whichever に加えて wherever, whenever, however が出てきます。特に whatever he says is a lie と whatever he says I won't believe it の whatever he says の働きの違いをしっかり理解しましょう。それでは授業を始めます。はい、皆さんこんにちは、今回は英語モノグラマーボリューム、1の、セクション17を勉強していきます。セクション17は、なんとかエヴァー、前回セクション16でなんとかエヴァーを勉強しましたが、それをさらにもうちょっと詳しく、見ていきます。で、まず、これ2種類分けないとちょっとダメなんで、ちょっと言葉難しいかもわからないけれども、名詞起源の WH プラスなんとかエヴァー、簡単に言ったら、名詞起源というのはこの who とか誰とか which どのとか what、 これもともと名詞よね。でそれにエヴァーがついているやつで、この名詞起源の WH エヴァーは2種類の用法があります。まず、上の部分をちょっと見てください。Whoever comes now will be a burglar. Burglar ってのは強盗って意味です。で、これはどういう構造をしているかっていうと、まず全体の述語動詞は will be。OK? 現在形または過去形の要素が述語動詞。で、will っていうのは未来形と呼ばないよ。現在形な。意味が未来なだけ。で、未来か、まあ、だろうっていう推定か、それはわからない。で、whoever comes now、ここの塊全体がこれ主語として機能をしている。で、塊全体が主語として機能をするという用法がまず名詞起源のなんとかエヴァーにはあります。で、意味は今やってくる人なら誰でもって訳してもいいし、今たとえ誰がやってきてもその人は、主語やから最後なんか和で締めたいわけ。OK? それはもう日本人の、日本語を使う感覚なんで、英語としては主語として機能しているっていうことが分かればいいの。で、whoever 自体はこれ、関係者があくまで関係詞なんで、関係代名詞なんで、穴の働きをしているわけ。だから、whoever は主語の働きをし、whoever 節全体はまた主語の働きをしている。OK? で、意味もう一回言っとくよ。今やってくる誰でも強盗でしょう。もしくは、たとえ今誰がやってきてもその人は強盗でしょう。OK? まあきっと深夜なのな。うん。はい。ところが、もう一個、このなんとかエヴァーには用法があって、これ、後ろの方をちょっと、下の文の後ろの方を見てみると、私は彼を中に入れません。もうここに完全な文が来てるよね。完全な文が来ている。だから、モノグラマーの方針っていうのはもう、副詞の定義ってのは極めて簡単やったね。完全文の外側だったら副詞。そうすると、この whoever comes now という部分は、これは副詞として機能をしている。だから、わがとかおとかはつけられへんわけ。OK? で、意味としては、今、たとえ誰がやってきても、その人はっていう言葉入れたらあかんねん。たとえ今誰がやってきても、私は彼を中に入れないでしょう。言ってることわかったかな？で、また、whoever 自体は、comes の、これが動詞で、これが動詞で、主語の働きをしてるわけ。whoever 自体は主語の働き。whoever 節全体は副詞として働く。大体 OK かな？だから、まとめると、まずは、この名詞起源の WH、who, which, what に ever がついた、この名詞起源 ever 節。これはまず主語、目的語、保護として働く。で、その場合は、意味は、たとえ、うにゃうにゃ、何とか、誰とか、どれ、で、わか、お、このあたりをつけると
ところがこっち側の方は、たとえうにゃうにゃでも、もうそれで終わっとけばいい。で、この副詞の場合はノーマターと言い換えることもできます。ノーマターワットアフーウィッチ、あの順番通り書いておくとウィッチワットと書くこともできる。これ副詞の塊の時だけね。はい、ここまでは大体わかったかな。はい、じゃあ、WH フレーズには、副詞起源の WH っていうのもあるよね。副詞起源っていうのは Where とか When とか、How、 こういう、要素に Ever がついた時を今度見ていきましょう。で、まず一番最初 Wherever you may go, I will follow you。 はい、これは、まずここに完全文があるっていうことは、OK かな。なら、この wherever という塊はもう元々副詞起源やから副詞としてしか働けない。 wherever の塊で意味はやっぱり例えってつけとけばなんとなく、きっとまとまっていく。例えあなたがどこへ行こうとも私はあなたについていきます。 OK。 はい、2番目 whenever you come I'll be ready。 はい、ここ完全文、もう面倒くさいっていうか丸感って書くで。で、whenever you come、 あなたがここ福祉の塊やな、たとえいつ来ても私は準備ができているでしょう。 whenever やったらたとえいつ。はい、ちょっと3番目 the novel。 はい、これちょっとだけ構造複雑やけど the novel、 これが主語で、で、述語動詞探したいよな。で、however interesting it is ってちょっとなんかカンマの間にも挟まっとるし、いらん要素臭いな。うん、で、is 述語動詞で、ここが一つの塊で、あとは not good、 まあ is not まで述語動詞でしょうわ。ほんだら、この括弧に入れた部分を無視すると、その小説は子供にとってよろしくありません。なんか結構やばいこといろいろ書かれてんねやろな。話としては面白いやろうけど。はい、それでそうするとここ間に入っている要素が、副詞としてきっと機能してそうやな。他完全な文揃ってるからな。で、副詞として機能している。はい、そうしたらね、あとはやっぱりたとえ何々でもって訳したらええから、たとえそれがどんなに面白くてもその小説は子供にとってよろしくありません。はい、これでだいたいWH ワードに ever がつく形を見たんやけど、まとめるとこうなるよね。who, what, which、 これ名詞起源と呼ばれてるんやけど、名詞起源の wh に ever がついたら主語、目的語、保護の働きとそれから副詞の働きの両方がある。OK。 ところが元々が副詞起源の when, where, how、これにエヴァーがついたらもう見たように副詞としてしか機能しない。それから副詞として機能している場合は何と言い換えられたっけ。これノーマターと言い換えられるんやったよね、このなんとか。だからノーマター WH、 だからこれも全部副詞として機能してるから、ノーマター Where you may go、 ノーマター When you come、 The novel、 ノーマター How interesting it is と言い換えられる。これ OK。 それからあともう一点だけ注意しよう。これなんとかエヴァーには、メイというのが、よく現れることがあります。まああなたがどこへ行くかもしれない、まあ、かもわかんないけれどもっていう感じを出したい時、メイは別になくっても結構です。なくってもほぼ同じ意味なんだけれども、メイが現れることがあります。だいたい今回の、ポイントはわかったかな。はい、じゃあ、いつものように Writing Exercise に真剣に取り組んで、ここのところを、自分の体に染み込ませていきましょう。はい、じゃあ今回は終わります。